リーグ戦の出場機会がないままプロ3年目を迎えた藤川虎太郎。そんな中、8月にフベロ監督が就任。藤川にとって大きな転機が訪れることになった。悔しいっていう気持ちがすごい強くなっちゃなって、でも家族もすごいサポートしてくれてて、もうここで、まあ、自分の中でも3年目で試合出れなかったら終わりだなって思う気持ちだったので、もう何が何でも試合に出てやるっていうのがあったし、やっぱそこでみんな色変わったりして取り組めたこともあったし、やっぱりなんかそうやって練習することによって上手くなったか上手くなってないか分かんないですけど、なんか練習した分だけ自信がつくっていうか、なんか負けない、いや負けねえよみたいな、そういう気持ちができてきて、でそれがすごい夏に出たのかな、それを評価されて試合に出れたのかなと思ってますね。初めてリーグ戦のメンバーに選ばれたのは9月の大分戦だった。この頃チームメイトたちは藤川の変化を敏感に感じ取っていた。練習に取り組む姿勢が変わり、思い切りの良いプレーが見られるようになっていたという。苦難の時を乗り越えてついに掴んだ出場機会。サッカーに対する藤川の意識が大きく変わったことがリーグ戦デビューにつながった。この日ピッチで共にプレーした山本浩介は試合後、うまく流れを変えてくれたと藤川のプレーを称えた。そのきっかけとなる出来事は、日本を代表するストライカー大久保嘉人との1年前の出会いだった。まあ、自分が2年目の途中ぐらい、夏に嘉人さんが来て、まあ、嘉人さんから学ぶものがたくさんあって、まあ、ずっとお前はできる、お前はできるって言われてて、ずっと自信持ってやれって言われてたんで、そういう、まあ、偉大な人からの言葉だったりっていうのがすごい意識、してサッカーに打ち込めたのが、やっぱ努力できたのが、やっぱああいうふうに使われるようきっかけになったのかなと思ってますね。ジュビロ加入から995日、藤川は初めてリーグ戦のスターティングメンバーに名を連ねた。この日の対戦相手は優勝争いを繰り広げていた強豪横浜 F マリノス。それでも迷いはなかった。絶対に爪痕を残す強い意気込みでピッチに立った藤川は、試合開始から積極的なプレーを見せた。そしてこの試合で大きな自信を手にすることとなった。そうですね、やっぱりマリノス戦のだから2試合初スタメンだ、初スタメンでホームで、その時に自分が前半2分ぐらいでシュート打ったんですけど、まあ、あれ打った瞬間、あ俺やれんなっていう、なんかこういう気持ちになれましたね。試合開始早々、松本雅也のパスを受けた藤川は右にボールを流すと思い切りよく右足を振り抜いた。惜しくもゴールマウスを捉えることができなかったが、このプレーをきっかけにリズムをつかんだチームは、J リーグ王者の横浜を相手に互角以上の戦いを見せた。フベロ監督の先発起用に応えた藤川。試合後、指揮官は若き才能を高く評価した。Cota, bien, sí, Cota la verdad que ha entrado muy bien. Cotaro-senshi ha hecho un gol. Ha estado muy cerca de convertir un gol.
ゴールに非常に近いプレーもしてくれました。Se ha mostrado con mucha movilidad, con mucha dinámica. 動きもあって非常にダイナミックなプレーをしてくれました。Y ha generado varias llegadas de peligro.そして相手にとって危険になるプレーもいくつか行ってくれました。Es un jugador joven. 彼は若いプレイヤーです。Está trabajando muy bien. ですが非常に仕事をしてくれている。初めて迎えたリーグ戦の静岡ダービーでは待望のプロ初ゴールをマーク。豪快に右足を振り抜くとゴール裏を埋めたジュビロサポーターに向かって力強く拳を突き出した。この年藤川はリーグ戦7試合連続先発出場という記録を残してシーズンを終えた。チームの主力選手へと成長し確かな自信と手応えをつかんだ1年。この結果を本人はどう捉えているのだろうか。いやー、出れたことは良かったけど、自分的にはやっぱり全然ダメだなって思いましたね。やっぱりなんだってやっぱり降格しちゃったんで、やっぱり自分が出た試合ではやっぱりもう本当に負けたくなかったんで、もう本気であんだけやっぱ自分がベンチ外で見てた時にも負けた時は悔しかったし、で絶対自分がスタメンとか出た試合でも絶対負けたくないっていう気持ちがあったので、その時ではそれでやっぱり降格したっていうのは結局やっぱり、まあ、0点かなって自分で思ってますね。2020年2月23日、ジュビロはモンテリオ山形をホームに迎え、開幕戦に臨んだ。強い意気込みで挑む4年目のシーズン。だが、スターティングメンバーに藤川の名前はなかった。この日ジュビロは期限付き移籍先から復帰したばかりの小川航基の2ゴールで優勢に試合を進めた。藤川に出番が訪れたのは後半47分、わずか3分間の出場に終わった。ああ、こういう感じで来たかっていうのに俺は思って、じゃあ何をしなきゃいけないのかなと思って、じゃあまだまだ足りねえなって自分で思って、ならやるかみたいな。絶対自分にも原因はあると思うので、人のせいにするなんて簡単だけど、それを自分で受け止めて行動してってするのが難しいし、出れなくて出れなくて自分で気づいて努力して出れた方が絶対に、まあ自信持ってやれるし、その自分の中ですごい、感動っていうか嬉しさを感じることだと思うので、まあ、別に山形戦残り3分ぐらいしか出れなくても全然自分の中で自信を失うことでもないし、そこから一皮も二皮もいければもっと自分が強くなるって気持ちだったので、はい、全然プラスに捉えるべきではないかなと思ってます。たくさん手を取ることかなと思ってますね。シュートを枠のことや、あとはやっぱり感覚、嗅覚、そういう
予想を格納してくるなっていう予想を持って鋭い感覚をつけたいなと思います。まあ頼られる存在になりたいですし、あとは、やっぱ信頼される選手になりたいなと。